見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。世界中で話題沸騰のベストセラー、日本でシリーズ10万部突破の小説、コーヒーが冷めないうちに、シリーズ最新作、さよならも言えないうちに、の中から大は、父を追い返してしまった娘の話、を丸ごと、東洋オンライン限定の試し読みとして非連続回に分けてお届け中。今回は第1回、11月6日配信、に続く大回をお届けします。やり直せる、もう一度、あの日を。みちこには婚約者がいた。なお森ゆうすけ、森ゆうすけ、と言い、同じ会社の同期で、知り合ってから3年になる。この喫茶店で過去に戻れることをみちこに教えたのはゆうすけだった。みちこも最初から信じていたわけではない。むしろ、過去に戻れる、などというバカ話を持ちかけてくるゆうすけに怒りさえ覚えた。みちこはその時、冗談はやめてと一蹴した。だが、ゆうすけは譲らなかった。ゆうすけは、実際に過去に戻ったことのある、清川文子、という女性から話を聞いたのだという。清川文子は、ゆうすけが担当する取引先のシステムエンジニアだった。まだ20代でありながら大きなプロジェクトを任されるその手腕は、同業者であるみちこの耳にも届いている。僕には清川さんが嘘をついているようには思えない。もちろん、しちゃんのことは話してないし、清川さんが僕にそんなデタラメな話をするメリットもない。なんだか、めんどくさいルールがあるとかなんとか言ってたけど、本当に過去に戻れるって言うんなら、戻ってみたら、でも、過去に戻って、やり直せばいいじゃないか。今度は追い返さずに、お父さんを東京に足止めすればいい。そうすれば、やり直せる、もう一度、あの日を、かっこ閉じ。その一言がみちこの心を動かした。みちこは、父を追い返してしまった後悔から、思い出すたびに動悸が激しくなるほどのトラウマを抱えて生きてきた。この喫茶店に入るのにも、どれほどの勇気を振り絞ったことか。それなのに、そんなに落ち込まないでよ。仕方ないでしょ。ルールなんだから、高竹がみちこの向かいに座って声をかけても、みちこは突っ伏したまま、ピクリとも動かない。ダメだこりゃ、高竹は肩をすくめて、竜に首を振ってみせた。